皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、動画なんですけどもね、昨日の動画もね、投稿した時間帯がちょっとね、遅い時間になってしまいましてね、まあ、ちょっと痛みがね、増してきたんです。さらにね、でおまけにね、ちょっとしんどくてね、まあきっと昨日の動画っていうのは、まあ、今朝か、まあこの動画の後にご覧になられる方がね、多いと思いますけどもね、まあ、昨日の動画っていうのはね、その前の日やから、まあ、今日から数えたら、昨日一昨日の出来事のお話やったんですよ。その時はその左足の激痛によってね、夜寝られへんほど痛かったっていうお話やったんですけどもね、一昨日の晩もそうやったんですけど、同じように昨日の晩もね、また同じようにですね、また左足首が激痛に襲われててですね、まあその昨日の夜はそんなにその子供が暴れてたわけじゃないんで、僕の足に響いてこなかったんですけど、まあ症状もちょっとね、一昨日と比べてマシやったんでね、良かったんですけども、なんか夜になるとこうぐーぐーっとこううつくなって感じやったんです。ほんでね、まあ今日なんですけどね、もう今日はですね、実はね、そのね、まあ、今度はですね、右足がしびれてきたんですわ。まあ、これはね、その連日このね、1ヶ月間もの長い間僕を苦しめてるね、その帯状疱疹とはまた関係ないとは思うんですけどね、そのまあいつもね、その椅子に座ってね、そのこういうの動画のね、編集作業っていうのを、ね、行ってるんですけども、右足首がしびれてね、こう立ち上がろうとした時にね、椅子から立ち上がろうとした時にね、こう右足をグッと踏み込もうとしたらね、力が入らなくなってね、またね、グデってこうね、こけてしまったんですよ。というかまあね、この右足のしびれに関してはですね、まあ先ほども言いましたけども、帯状疱疹とはね、まあ関係ないもんとね、まあも思ってるんです。まあ思ってるのは自分だけかもしれませんけどね、まあ以前いつか忘れましたけど、そのまあ今月に出した動画やと思うんですけどもね、まあ今回と同じようにね、その時もね、その時は左足首が、痺れすぎてね、まあ今回と同じようにね、足をグッと踏み込もうとした時にね、こけたんですわ。まあ、その左足の時はもう完全にね、帯状疱疹の方の足やったしね、その足を組んでたわけでも別にちゃうし、まあその何て言うんですか、普通に痺れも痛みもあったからですね、まあ、確実に帯状疱疹の痛みやったんですわ、その時は。でも今回は右足なんで、まあ、皆さんが向かって左なんですけど、僕からしたら右足なんですよ。右足ということなんで、きっと帯状疱疹は原因ではないんだろうなと思っております。ちなみに帯状疱疹っていうのはですね、帯状疱疹ウイルスというのがあってですね、でそれがこの体の神経に、この神経ってあるじゃないですか、そこにね、この潜んでまして、しかも首から下にある神経である、その末梢神経に潜んでいる場合で発症するときはですね、こう何て言うんですか、こう半分になった時の右側の神経がか、この左側の神経かのどちらかの側でしか発症しない性質を持っているウイルスですので、まあ、今現在は左足に出てますので、この右足に同時にね、この何ですか、発症することはないと思うんですよ。まあ、とまあね、このようなね、自己判断ほど愚かなものはね、ないんですからね、とね、昨日の動画でもね、お伝えしたんですけどね、昨日っていうかまあ、日付が変わってるから、まあね、今日になってるから、皆さんからしたらまあ、今日の一本目の動画になるんですけどもね、まあそのね、一個前の動画でもね、先ね、今朝に上がってた動画もですね、まあ、自己判断ほど愚かなものはないというね、話をしたんですよ。まあ、一個前の動画でね、その、自己判断ほど愚かなものはないというね、お話をね、ちょっとしたんですよ。まあ、ちょっとって言ってますけど、まあまあ詳しく僕の体験談をお話ししてますので、よかったらね、この動画の後に、この動画見終わった後にですね、僕のアイコンをタップしてもらって、僕の顔写真のね、この丸い顔のアイコンがあると思うんですよ。そこをタップしてもらってね、動画欄からね、ご覧ください。
この歯医者でのね、ちょっと恥ずかしい、こっぱずかしい話、今となってはこっぱずかしいんですけど、その時は必死だったんですよ。真剣なお話だったんですけども、まあ、今となってはその恥ずかしい話なんで、それちょっと喋ってますんでね。ほんで、その右足が痺れた話が今日の話なんですけどもね、そのいつも僕はですね、その椅子に座るとね、悪い癖があるんですけども、右足をこう上にしてね、足を組む癖があるんですよ。その今までもね、そのずっともう気がついたらですよ、椅子に座ったりですよ、知らんうちにこうスッてこう足を組んできてたので、もう体が結構その感じで歪んでるんでしょうね。もうしっくりきてるんですよ、その歪んだ感じでね。もうね、椅子に座るとね、足を組まないとね、気が済まなくなってるんですわ。だから毎回こう右足をね、こう上に足を組んでしまうんですけどもね、まあ、これじゃいかんと思う時がたまにあってですね、こうなんでやったら、たまに左足を上に足をね組む時もあるんですよ。まあ、今の僕の左足はね、この帯状疱疹にね侵されてますので、しかもそのちょうどその左足を上に乗せて足を組んだらですね、ちょうどこの水ぶくれのところがこの右足の上にね当たる箇所なので、痛くて組めないんですよ。なので今はその左足を組んでね、骨盤をこう矯正する的なねことなんかねできないんですわ。まあね、足を組み替えたところでね、矯正できる話なんてねないんですけどもね、まあ、素人の考えることなんでね、それがねすでにね愚かな考えなんですわ。で、ほんでね、今までは足を組んでいたぐらいでね、そのね足っていうのは痺れたことがねなかったので、まあ、この痺れに関してですね、こうなんで急に足が痺れるようになったんやろ、なんでこんなね足組むぐらいで、ね、足痺れるんやろっていう、まあことをね、まあ今これもねちょっと悪い癖なんですけども、まあ、得意のねインターネットで調べたわけなんですわ。で、ほんでね、まず僕がいつも見てるサイトがあるんですけども、医療系のサイトなんですけどもね、このサイトを開くとですね、あなたは医療関係者ですか、それとも一般の方ですかってね、そんなこと聞かれるんですよ。だからなんかこう患者さんとか一般の方にねこう聞かれたらまずいような内容でも書いてあるんかなと思っても、意外にそんなことはなくてですね、まあそのただそのはいかいいえの選択肢をね求められるだけだったんです。でもそんな選択肢を求められるような、まあ、きっちりとしたサイトにね書いてあったんですけど、もうどうやらこのしびれるという現象はですね、神経に関係しているみたいなんですよね。で、ほんでその神経に関係している原因の一つとして筋力の低下もね関係しているみたいなんですよ。で、まあ僕はご覧の通りですね、まあご覧の通りで言っても、まあ初めて見てくれてる人がね、チャンネルを登録をしてくれて、まだ日が浅い人だっていうのは、まあ何のこっちゃわからんと思いますけど、まあずっと見続けてくれてる人だったらね、知ってることなんですけども、まあ僕はね、白血病の治療でね、骨髄移植をして、副作用や合併症を抑えるためにね、免疫抑制剤というのを飲んでるんですよ。で、それに関係して、糖尿病になりやすい体なんですわ。せやからね、その糖尿病にならないためにですね、まあ半年くらいかけてかな、その食事だけでね15キロ以上のダイエットをして、今それをね維持しております。で、今はまだねその運動ができないので、できてもリハビリ程度にしかね体を動かすことができないので、まあ、筋力をアップさせるようなね、うわーってこうウェイトトレーニングみたいなことはねできません。なのでね、体重を減らすために食事をいろいろ制限していてですね、まあ制限というのは改善ですね。改善していって、まあ贅肉と言われるこの脂肪とかもね、減らしていますけども、まあそれと同時にね、やっぱ筋肉もね、減っていってるんですよ。まあ今の僕の体はね、本当に痩せ細ってね、情けない体型をしております。まあ見てもらいたいぐらいですけどもね、恥ずかしいのでね、お見せできなくて残念です。まあ、それぐらいね、筋肉がないわけですわ。ほんでね、このサイトにはね、まあ、他にもこう書いてありました。まあ、わかりやすく簡単にまとめてみましたんでね、ちょっと聞いてくださいね。筋力の低下は神経の機能障害の症状である可能性があります。なんかね、こう、今の僕からしたらね、その逆説を唱えられてる感じなんですけども、なんかでも今の僕にもね、関係してそうな感じなんですよね。そしてまだこんなことも書いてました。こう人が筋肉を意図的に動かそうとするとき、脳から発生した信号は脳から脊髄の神経細胞をたどり、筋肉へと至る神経をたどり、神経と筋肉の接続部を越えますと。で、そしてさらにこんなことも書いてました。脳を使って筋肉を動かす。筋肉の動きは脳と筋肉との間で神経を介して情報が伝達されることで起こりますが、時に感覚が筋肉を動かすきっかけとなることもあります。
例えば手で布の質感を感じたり、ポケットに手を入れて様々なコインの中から特定の効果を見つけたりできるのは、皮膚の特殊な神経末端によって物体の感触を判断できるからです。こうした情報は脳に伝えられ、脳はどう反応するかの指令を筋肉に送ります。また筋組織の量も正常でなければならず、神経からの信号に反応して筋肉を収縮させる能力が組織に備わっていなければなりません。筋力が完全になくなることを麻痺と言います。筋力の原因によっては他の症状が見られることもあります。筋肉低下にはチクチク感、ピンや針で刺されるような感覚、しびれなどの感覚の異常を伴うことがありますと書かれておりましたけどもね。まあ怖いですわ。まあ僕はね、この最後に出てきたチクチク感、ピンや針で刺されるような感覚、しびれといったね、その感覚異常なんてね、今まさにこの帯状疱疹で神経が侵されて起こってますしね、その筋組織の量もその正常でなければならずって書いてあるし、ということをね、僕の体で考えたら、まあ、筋肉が減ってきてるので筋組織の量も正常じゃないわけですわ、今の僕の体はね。なのでね、ダブルで当てはまってますので、なんかめっちゃテンション下がりますわと、まあね、ヘラヘラして喋ってる場合ちゃいますけどね。とまあね、まあこれを読んでですね、僕はそのしびれというのはその筋肉の量に関係しているかもねということがちょっと分かったので、自分なりに受け止められましたので、今度はですね、この足を組んだことによるしびれっていうのはどう解消していったらいいのかというね、考え方のサイトもね、見つけましたので、まだ続けてね、今からご紹介させていただきます。これはね、とあるリハビリ専門の整形外科病院で理学療法士として働いた人が解説したリハビリ専門のね、治療所のサイトね、ホームページを見つけたんですけども、そこにね、その足を組んでたらしびれるということに関して、そのメカニズムなどをね、詳しく説明してくれてたので、まあ、簡単にまとめてね、ご紹介します。まあ、すごく僕自身もね、勉強になったので、ね、ちょっと聞いてくださいね。でまず足を組んだらしびれる原因なんですけども、まずね、足を組んだらその足がしびれてしまう原因なんですけども、まあ、ほとんどの場合がですね、このすねの前を通る神経の圧迫によるしびれが考えられるようです。神経の圧迫ね。でその神経とはですね、膝の外側面を通る神経で、主に足首をこう動かしたりする神経らしいんですよ。でまさに今回の僕のその足首のしびれ、右足のしびれってはね、これっぽいんですよね。でこれによってね、この神経っていうのが足を組むことによって圧迫されてしまって、しびれとなって症状が出現するみたいなんです。でほんでね、これは足を組む癖がある人やったらみんな聞きたいことやろうなと思うんですけども、その足を組んでもしびれが出ないようにするにはどうすればいいのかというね、問いにはですね、まあ本来ならばね、その足を組まないのがまあ一番いい対処法なんですけども、まあ、どうしても足を組んでしまう方はね、まあ足を組んだ方がね、私は仕事に集中することができんねん、まあ、っていう人とか、まあね、そんな人もたくさん言ってますよね。まあ、そんな人のためにめっちゃ簡単な対処法がね、載ってたんですよ。足を組んでも足がしびれないようにする一番の方法は、足と足の間にタオルなどのクッションを挟むことです。これによって神経の直接的な圧迫が軽減されるので、足を組んでもしびれが出なくなります。だそうです。まあ、サイトにはですね、ちゃんと分かりやすい画像が載ってたのでね、僕はすぐに理解できましたけども、まあ、この画像をね、勝手に使ったら多分怒られてしまうと思うので、まあ、お見せできなくて残念です。なのでその画像をもとにね、僕が身をもって再現しています。椅子を持ってまいりました。でこのね、タオルあるでしょ、タオルね、タオルを、置いて足を組む、これだけだそうです。これだけでいいんですって。まあ、今はね、タオル置いてますけども、まあ、もっと柔らかいクッションとかね、大きいクッションとかだったら、もうふかふかでね、なんかもっと楽ちんやと思うんです。これをして、こうやってね、座っておくと、このね、右足がこう、痺れることがないんですって、って書いてありましたわ。これだけでね、足が痺れへんくなるんやったら、でもね、楽ちんになってね、このなんかしっくりくるんやったら、まあ、いいかなと思いますよね。まあ、でも本来はね、足を組まないのが一番いいんですけどもね。でそしてね、この画像の下にはね、こんなことが書いてあったんですよ。でもこの方法ですと、外や人目のあるところではあまりできません。
自宅や職場の人目を気にしないでいいところで行うことをお勧めしますと書いてありましたけどもね、まあね、その感じ方っていうのはね、人それぞれなんでね、僕はどこでも構わずね、やることができますけども、僕はね、外ではね、椅子に座って足を組むときっていうのはですね、まあ最近ではね、病院の待合やしね、カフェとかもね、おしゃれな店なんかっていうのはですね、入院する前からもね、もう何年もいてへんしね、まあ、今後もね、体の関係でいけるかどうかもわからんしね。でもまあ先ほども言いましたけどもね、まあ、今まで長年もの間この足を組んでましたけども、ほんまに足を組んでたごときでですね、痺れたのはね、昨日が初めてやったんですわ。まあね、これをご覧いただいている皆様の中でもね、足を組む癖がある人やったらね、よかったらね、このね、タオルを足に挟んでみるっていうことをね、実践してみてください。まあ、やってみたらね、確かにほんまにね、疲れませんでしたしね、痺れもね、なかったです。でまあ、これをねやっても痺れる人は痺れると思いますので、まあ、ご自身の体に合わないかったらやめて、足を組むのは諦めて、まあ、脳からね信号をちゃんとね受信できるぐらいね筋トレをしてですね、筋肉をつけてねムキムキになってください。まあそんな感じでね、ちょっと今回はね久しぶりにね小難しい内容になってしまいましたけども、まとめますとですね、足を組むとね痺れてしまう原因というのはですね、膝でスネの神経を圧迫したことによる一時的な神経の損傷で、それを補えるはずの筋肉も低下していることによって痺れてしまうということでございました。まあなんとね、細かすぎるマニアックな情報でしたけどね、よかったら皆さんもね参考程度に記憶の片隅に置いておいてください。まあそんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。